どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイトハピタスがドットマイル増量キャンペーンをね延長しておりますので、こちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで、ポイントサイトハピタスのですねポイントを ANA 周りね交換すると、最大 93.75% で ANA 周りにね交換することが、まあ実質にはなるわけなんですけども、できるキャンペーンということで、このキャンペーンね結構前からやられているんですよね。でですね、 ANA 前のね貯められたい方はですね、このポイントサイトハピタスねかなりおすすめっていただきになるわけなんですけども、私の動画でねこのドットマイル増量キャンペーン自体はもう何回もね扱っておりまして、まあ10月に入ってね延長は発表されたんですけども、まあもう動画解説はねいいかなというふうに思ってたんですけども、先日ポイントサイトハピタスは会員ランクっていうのをリニューアルしたんですよね。で、ゴールド会員っていう方であればですね、ドットマネーに交換する場合、交換するポイントの 4% をですね、ポイントバックするっていうね、制度を始めたんですよね。で、この制度が始まった時にですね、もうドットマイル増量キャンペーンね、終わるんじゃないかなっていうふうに個人的に思ってたんですけども、これがですね、ドットマイル増量キャンペーンも延長されるし、この 4% のね、特典も併用できるということで、こちらね、両方併用すると、まあ実質にはなるわけなんですけども、98.68% でね、ANA マイルに、ポイントサイトのポイントをね、ANA マイルに交換することができるっていうふうになりますんで、いやね、本当にね、ANA マイルをね、ポイントサイトで貯められたい方はですね、本当にポイントサイトハピタスね、対応もね本当にいいし、交換率も高いということでおすすめっていただきになりますんで、今回ねこちらについてですね改めてね解説やっていきたいなと思います。ということで、今回もですねちょっとね雰囲気がいつもと違うと思うんですけども、またねとあるホテルに宿泊しております。またねレビュー動画出したいと思っておりますので、楽しみにねしといていただければなと思うんですけども、公式サイトねこんな感じになっておりまして、第5回ドットマイル増量キャンペーン、 ANA マイル実質 93.7% プラスゴールド会員ならさらに 4% 増量ということで、こんな感じになっております。でキャンペーンの期間がですね今回延長されまして、2021年の10月1日から2021年12月31日までね利用することができます。でですね、先ほども言いました通り、ゴールド会員の方はですねプラス 4% の増量がねつくわけなんですけども、これに関してもですねこのドットマイル増量キャンペーンね利用することができるっていった形になりますんで、実質にはなりますけども 98.68% でね ANA マイルに交換することができるっていった形になってるんですよね。でこのキャンペーンね利用されたことない方もねいらっしゃるかなというふうに思いますので、簡単にね説明させていただくと、まずねこのキャンペーンの公式サイトでログインしてエントリーっていうのがありますよね。これをエントリーしていただきます。そうするとですね、ポイントサイトハピタスのポイントをドットマネー等級ポイントに交換すると 20% がですねボーナスポイントとしてポイントバックされるっていうキャンペーンになります。でこのキャンペーンのねポイントバックされる上限っていうのは本来1000ポイントなんですよね。で1000ポイントなんですけども、広告利用、ポイントサイトハピタスの広告をね利用していっていただくと、2000ポイント区切りで上限がね1000ポイントずつ上がっていくっていった形になるんですよね。ですので本来上限は1000ポイントなんですけども、2000ポイント利用していただければ交換上限がプラス1000ポイント上がって、4000ポイント利用していただければ2000ポイント、6000ポイント利用していただければ3000ポイント、8000ポイント利用していただければ4000ポイントっていった形になっておりまして、2000ポイント区切りでですね交換上限がね上がっていくっていった形になるんですよね。でこの2000ポイント区切りがねどういった感じでわかるのかっていう話なんですけども、こちらねキャンペーンをエントリーしていただいてログインし直していただくとですね、あなたの獲得状況ということでこんな感じで表示されるんですよね。ですので、まあ、私の場合はねまだ10月に関してはポイントサイトハピタスの案件ね利用しておりませんので、あと2000ポイントって記載があると思うんですけども、この獲得ポイントによってですねどんどんね上限が上がっていくのがねグラフで見ることができるっていった形になります。非常にねこちらね利用していくと分かりやすいっていう風になりますんで、まあ、キャンペーン自体はねちょっと分かりづらい部分はあるんですけども、まあこのねグラフを見てっていただければですね、あ自分がねどのぐらいでキャンペーンがね利用できているのかね確認することができるので、これ利用していくとですね分かりやすいかなというふうに思います。
それは次にですね、 ANA マイレーの交換の流れですね、ちょっと確認しておきたいなと思うんですけども、こんな感じでね、公式サイトに記載がありまして、ポイントサイトハピタスの1000ポイントをドットマネーに交換していただきますよね。それを東急ポイントに交換していただきます。でそうすると ANA マイレーね 75% ということで、東急ルートでね7500マイレーに交換することができます。でこちらのキャンペーンでね、ドットマイル増量キャンペーンで1万ポイント分ね、交換上限をね突破していただくと 20% ね返ってくるっていう風になりますんで、ポイントサイトハピタスに1500円分のポイントが戻って、ドットマネーに500ポイントがね返ってくるっていった形になりまして、合計ね 20% がポイントバックされるっていった形になります。このね図をね見ていただくとね、非常に分かりやすいかなと思うんですけども、まあこういった感じでですね、 20% のポイントバックはね受けることができます。で実質にはなるわけなんですけども、これをね計算していくとですね、実質ね8000ポイントが7500マイルにね交換することができるっていった形になりますんで、実質の交換率は 93.75% にねなるっていった形になります。それでは次にですね、この 20% ポイントバックされる時期に関してなんですけども、こちらね開催期間が10月から12月31日までねあるわけなんですけども、2回にね付与期間が分かれております。まず1回目がですね、10月1日から11月の15日までね交換利用した分に関しては、2021年12月10日までにね付与っていた形になっておりまして、2021年11月の16日から12月の31日までですね利用した分に関しては、2022年の1月21日までにね付与されるっていった形になります。で注意事項なんですけども、こちらのですねポイントバックされるポイントについてなんですけども、先ほどねこちらの図で見ていただいたと思うんですけども、仮にね1万ポイントの上限まで突破していただいてポイント交換をいたしますよね。そうすると 20% ポイントバックいただけるわけなんですけども、1500円分のポイントはポイントハピタスに来ます。で残りがドットマネーに来るんですよね。まあ、ポイントサイトハピタスの方はね有効期限が結構あるんでいいんですけども、この500円分のドットマネーに関してですね、こちらはドットマネーに付与されて、付与されたその月末に有効期限を迎えてしまうっていう風になりますので、かなり有効期限ね短いっていう風になるんですよね。ですのでこちらね本当に気をつけていただきたいなと思います。今回のキャンペーンでね利用した方は、10月1日から11月の15日までにね交換された方は、12月10日までに付与されて、2回目ですね11月の16から12月31日までに交換した方は、2022年1月21日までにね付与されるわけなんですけども、その付与されたその月末に有効期限を迎えてしまうっていう風になりますんで、こちらねキャンペーン参加された方はですね、ちょっとねかなり先になりますよね付与されるのが。ですんで本当にね失効しないようにね気をつけていただきたいなと思います。またねこのゾットマイル増量キャンペーンなんですけども、ほとんどのね案件が対象っていう風になるわけなんですけども、一部ね対象外の案件もあります。モニター案件だったり、楽天市場、あとね私プラス資生堂だったり、あとはね購入案件が多いんですけども、ちょっとね一覧ねここら辺に載せておきますので、こちらはね利用していただいても、このドットマイル増量キャンペーンね対象外っていう風になりますんで、こちらはね注意していただきたいなと思います。それでは次にですね、ポイントサイトハピタスは会員ランクをねリニューアルしたということで、今ねゴールド会員になるとポイントをね交換していただくと 4-5% でポイントバックするっていう制度を始めたんですよね。これがね本当にすごいなというふうに思っておりまして、ちょっと前のね動画でこちらで解説させていただいたんですけども、こちらもね簡単に解説させていただくと、ゴールド会員になるとですね、アマゾンギフト券、ペイペイボーナス、JAL マイレージに関しては、プラスね、5% ね、ポイントバックされるっていうのが始まったんですよね。でですね、このゴールド会員になるのがすごい大変なんじゃないかって思われる方多いかと思うんですけども、こちらもね、ハードルが結構低いんですよね。まず、過去12ヶ月の間に、まず5000ポイント以上獲得していただきます。で、もう一つですね、ショップサービス利用件数12件をね、クリアしていただくっていう風になっておりまして、これだけでプラス 4-5% ね、
ポイントが戻ってくるっていう風になるんですよね。でこれが始まったのが先月とか先々月ぐらいだったんですけども、本当にこのショップ利用件数の方がねハードルがどっちかというと高いと思うんですよね。5000ポイントの獲得って本当にクレジットカード1枚獲得していただければクリアできるっていう風になりますんで、この12件のショップ利用の方がね大変かなと思うんですけども、本当にねスマートフォンのアプリの案件とかですね、そういった案件をねちゃちゃちゃっとこなしていただくと、この12件っていうのはね結構簡単にクリアすることができますので、このポイントサイトハピダスねメインで利用していただいてプラス 4% ね獲得していただきたいなというふうに思うんですよね。でこの 4% のね分に関してもこのドットダイル増量キャンペーンね載せることができるっていうふうになりますんで、1万ポイントまでのね上限を突破していただくと、本来1万ポイントを東急ルートで交換すると7500マイルにね交換することができるわけなんですけども、今回のキャンペーンで1万ポイントの、ね、上限まで案件利用していただいて突破しといていただければ2000ポイントがね返ってきますよね。ということなんで実質8000ポイントで7500マイルにね交換することができてますよね。でこのゴールドランクのね 4% っていうのが返ってきますよね。ですので1万ポイントを交換した場合はですね400ポイントが返ってくるっていう風になりますんで、実質にはなりますけども8600ポイントが7500マイルになるっていうね計算になるんですよね。ですので実質 98.68% っていうね ANA マイルの交換率っていう風になりますんで、これを聞くとねやっぱりこのポイントサイトハピタスのドットマイル増量キャンペーンねかなりすごいですよね。またねこのゴールド会員に、ね、なるのもそこまでハードルが高くないっていう風になりますんで、ぜひねポイントサイトハピタスねメインで利用していただいてこのキャンペーンね利用していただければなという風に思います。ということで今回ですねポイントサイトハピタスのドットマイル増量キャンペーンね延長されましたということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、ポイントサイトハピタスのねこのゴールド会員制度これもすごいですし、このドットマイル増量キャンペーンね本当にすごいキャンペーンですよね。まあこのドットマイル増量キャンペーンは東急ルートをね利用してますんで、このキャンペーン自体がまあ最大でもね3月まで、まあ一応12月末まではね今継続は発表されてますけども、1月以降ね、どうなるかわからないっていう風になりますんで、まあおそらく3月まではね、やってくれるんじゃないかななんて個人的には思ってるんですけども、東急ルートがね、終わった後でもですね、このポイントサイトハピタスね、メインでね、利用しといていただいて、この 4% のね、交換率のアップに関しては、東急ルートの場合はね、ポイントサイトハピタスからドットマイル東急ポイントっていう流れになりますけども、その後はですねポイントサイトからドットマネー T ポイントで JR みずほルートっていった形になりますんで、いずれにしてもねドットマネーに交換するのは今後もね変わらないかなっていうふうに思いますので、 4% ねプラスで取れるっていうのもですね継続してね利用することができるっていった形になりますんで、個人的にはねポイントサイトハピタスねメインで利用していただきたいなというふうに思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっていますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイルお得情報、クレジットカード、マイルとモバイルホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方ですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。